皆さんこんにちは、森田ドラムスクールの森田亮太です。本日はですね、もうレッスンでもものすごくやることの多い、完全感覚ドリーマーのイントロフレーズの解説をさせていただきたいと思います。完全感覚ドリーマーのイントロフレーズ、一体どういうのかというと、なんかこんなやつですね。なんかこういうやつ、なんかこういうね、やりたいっていう人めっちゃ多いんですけど、めっちゃ速いアクセントフレーズなので、なかなかこうスピードが上げにくいっていう人もいると思うんですけど、このフレーズをやっていくためのプロセス、こういう練習をすればアクセントが綺麗にならせるようになって、でスピードも上げやすくなりますよというお話をさせていただきたいと思います。まず、このフレーズを、ブロックごとにちょっと解説させていただくとしたら、まずブロック1がここまで、ですかね、パドドパドパドとパドパドタカタカタカドン、でブロック2がここですよね。こうでブロック3がちょっと短いですけどね、これがね。で、ブロック4が、タム回しっていう感じですかね。ちょっとゆっくりつなげると、一番ね、このフレーズの中でネックになるのがブロック2のここなんですよね。ここの部分がちょっとネックになるので、まずここの基礎練習っていうのをやっていきます。分解するとどうなってるかというと、6連符ですかね、6連符の、フレーズで、タッ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 、アンパンマン、アンパンマン、もうとにかくこれをしっかりと練習してくれたら、このフレーズはもういけたようなもんなんで、これをしっかりと練習してください。こうただこれ普通にアクセントを練習してても速さには絶対限界が来るので、これ自体の速さを上げるための練習っていうのをまずしています。この6の速さを上げる練習で、これに何が必要になってくるかというと、僕的な感覚ですけど、モーラー奏法ですかね。モーラー奏法で、モーラー奏法で言ったら、こういう上腕とか前腕とかを回転させて、この内回転の動作で叩くと、このフレーズは必ずスピードが上がるようになってくるんじゃないかなと思うので、早く叩いた時の動作をやってみると、なんかね、この辺めっちゃ動いてるんですよね。こうで、ここの動きを使わないと、僕の場合は特になんですけど、このスピードで絶対叩けないんですよね。腕の動作だけでやるとアクセントが結構汚くなっちゃう。アクセント、音が大きくなっちゃうので、この腕のこう内回転の動作を使うことによって、この楽に早く叩くことができるという感じですかね。で、これをやるためにまずは3連符で動きを掴んでみてください。なので、タヌキ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 なんですけど、上腕をちょっとね、回しながらこう上げていく感じになるんですけど、一発目のアクセント叩いて、タを叩いて、でヌーを叩くときにこっちの方からね、こう上がっていく感じなのかな。で、早くなるとこのアクセントのタが入るか入らないかぐらいで、もうこのヌーの手は上がり出してる感じ。逆もそうですよね。こう左のアクセントが入るか入らないかぐらいで、手がもう上がり出す。
を上げていくという感じですかね。で、ステップ2としては、16分音符の一発目と四発目、クワガタ、クワガタの、クーとタをアクセント、この。で、これもね、真ん中の二発が、こう、上がりながら叩くような感じになるので、この、叩いたと同時に、こう、立って、上がっていくという感覚が必要ですかね。で、まあ、上げるときにちょっと目安としてなんですけど、普通に構えてるときは5時、7時ぐらいに構えてて、で、この内回転して上がるときに左手はこう9時の方向に向かってこう上がっていく感じですかね。で、この時にスティックをね、こう握りっぱなしでいくと、こう結構ね、力、肩とかに力が入ったりするし、まあ力が入ると早く叩けないので、だから、まあできるだけ、この力を抜いて叩くという感じですかね。だからこっちに手は移動するけど、スティックの持ち手は、こうね、変わっていく感じ。最初はなんかこう、ここをキープしてるんですけど、こう上がっていくにつれて、なんかこういう形なんですかね。こっからこういう形。こういう感じですかね。で、右手は5時から3時に向けてこう5時、8時、4時、7時、5時慣れたら一発目のタムに行って、で、最後これの一番これドタタタクワガタなんですけど、クワガタ虫を加える。ですけど、この上がるときにこの腕の方からね、腕の方からこう回転させて上がると、早く叩きやすいかなとは思いますかね。ブロック3の方は、まあ、タンタタンタ、タタ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 のこのクワガタにリズムがついてると思えばいいのかなと思いますが、ドカタカタカドカタカタカドカタカタカを3回やったらタンタタンタ、このになるんですかね。馴染むまではスピード上がりにくいと思うんですけど、まずはね、こうスピード上げることよりも綺麗にアクセントすることとか、あと体の感覚をつかむことの方が大事なので、なのでもう できればもうぜひね、ゆっくりからチャレンジしてもらって、もう本当にテンポが100、まあもっと遅くてもいいんですけど、からもう綺麗な音でつなげれるようにまずはして、90ぐらいやったと思うんですけど、まあ、徐々にそこに目指してやっていくっていう感じですかね。だからいきなりこの速さは絶対無理なので、だからまあ徐々にこうスピードを上げてチャレンジしてもらいたいなと思います。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。